次世代通信規格 6G の開発を加速させるべく、日本の産学組織ビヨンド 5G 推進コンソーシアムがフィンランドで 6G 関連研究を進めるオウル大学を中心とした組織 6G フラッグシップと連携することになりました。フィンランド側には基地局のシェアで世界有数の通信大手ノキアも協力メンバーに加わっています。 6G フラッグシップを率いるマティ・ラトバーホ教授は、無線通信分野でトップクラスの影響力を誇る国と日本を高く評価。日本とフィンランドとで研究段階から連携を取り、標準規格などの主導権争いで先行する狙いがあると見られています。技術的に進んだ2カ国というイメージがあることから、この組み合わせにワクワクする外国人が続出していました。